サービスマネジメントとサービスレベルアグリメント。おはようございます、マサルです。今回からサービスマネジメントの分野を勉強します。今回のテーマはサービスマネジメントと SLA についてです。それでは始めましょう。平成28年秋、問い35、 IT サービスマネジメントの活動に関する記述として適切なものはどれか。あ、システム開発組織におけるプロセスの成熟度をレベル1からレベル5で定義し、改善を支援する。い、システム開発のプロジェクトを完了させるために役割と責任を定義して要員の調達の計画を作成する。う、システムの可用性に関する指標を定義し稼働実績を取得し目標を達成するために計画、測定、改善を行う。え、新規に開発するシステムに必要な成果物及び成果物の作成に必要な作業を明確にする。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、システムの可用性に関する指標を定義し稼働実績を取得し目標を達成するために計画、測定、改善を行う。こちらが IT サービスマネジメントの活動に関する記述として適切です。それでは解説していきます。 IT サービスマネジメントとは IT の技術によって作り出すサービスの品質を維持・改善していく活動のことを言います。 IT サービスは一度作ったら終わりではありません。利用者のニーズを満たせるようにサービスが安定的にそして効果的に利用できること、さらに品質を維持・改善することが求められます。それらに必要な一連の活動のことを IT サービスマネジメントと言います。正解選択肢に記載されている可用性というのは使いたい時にそのサービスが利用できる特性のことです。この可用性の品質・維持・改善をしていく活動に該当するので、うの選択肢が IT サービスマネジメントの活動として適切な記述です。その他間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢は CMMI の説明です。企業におけるプロジェクトマネジメントの能力を一定の基準で評価するための指標です。CMMI では組織のプロジェクトマネジメント力を5段階で評価します。客観的にプロジェクトマネジメント能力を評価することで、プロセスの改善意識を高めることができます。5段階の評価とは、プロセスが何も存在しない初期レベル、プロセスの基本が存在する管理されたレベル、各プロセスが標準化されている定義されたレベル、明確な数値や数量で管理されている定量的に管理されたレベル、そして最後が継続的な改善を続けている最適化しているレベル、この5段階で評価されます。他の選択肢も確認しておきましょう。 E の選択肢と A の選択肢はそれぞれプロジェクトマネジメントに該当する記述です。プロジェクトマネジメントとはプロジェクトをどのように進めれば成功するのか、詳しく計画を立て管理していくことを言います。 E の選択肢はプロジェクトを完了させるために必要な要員の調達の計画を作成しています。 A の選択肢は新規のシステムを開発するのに必要な成果物や必要な作業を明確化しています。よってプロジェクトマネジメントだと判断することができます。それでは問題を見直しましょう。平成28年秋、問い35、 IT サービスマネジメントの活動に関する記述として適切なものはどれか。正解はう、システムの可用性に関する指標を定義し稼働実績を取得し目標を達成するために計画、測定、改善を行う。 IT サービスマネジメントとは IT の技術によって作り出すサービスの品質を維持改善していく活動ということを覚えておきましょう。それでは次の問題です。令和5年、問い47、あるホスティングサービスの SLA の内容に A から C がある。これらと関連する IT サービスマネジメントの管理との適切な組み合わせはどれか。 A、 サーバーが稼働している時間、 B、 ディスクの使用量が設定した敷地に達したことを検出した後に指定された担当者に通知するまでの時間、 C、 不正アクセスの検知後に指定された担当者に通知するまでの時間、サービス可用性管理、容量能力管理、情報セキュリティ管理、適切な組み合わせを考えてみてください。それでは正解の発表です。正解はあの組み合わせが適切な組み合わせです。
それでは解説していきます。まず問題文の冒頭にあるホスティングサービスとは、データセンター内に設置されたサーバーを貸し出すサービスのことを言います。ホスティングサービスを利用することによって、自社でサーバーを用意することなくウェブサーバーやメールサーバーを利用することができるので、初期コストを大幅に削減することができます。ただホスティングサービスを利用する際に注意したいのが SLA、 サービスレベルアグリメントです。 SLA とはサービスの利用者と提供者でサービスのレベルを合意するためのものを言います。せっかくホスティングサービスを利用したとしても、いきなり利用することができなくなった、保存できるデータ量が少なかった、不正アクセスによって情報が流出してしまった、このようなことがあると損害を被ることになります。なのでサービス提供者が提示する SLA を確認する必要があります。今回の問題ではサービス可用性管理、容量能力管理、情報セキュリティ管理という項目が SLA の例として記載されています。それぞれを確認していきましょう。まずはサービス可用性管理、この項目はサービスが利用できる状態になっている時間を表します。よって A の選択肢、サーバーが稼働している時間が適切な組み合わせです。次の容量能力管理は、サービスに対する需要に基づいた現在及び予測される容量や能力を表します。よって B の選択肢、ディスクの使用量が設定した指揮値に達したことを検出した後に指定された担当者に通知するまでの時間が適切な組み合わせです。次の情報セキュリティ管理は、情報資産を保護するためのセキュリティ管理策を表します。よって C の選択肢、不正アクセスの検知後に指定された担当者に通知するまでの時間が適切な組み合わせです。それでは問題を見直しましょう。令和5年問い47、あるホスティングサービスの SLA の内容に A から C がある。これらと関連する IT サービスマネジメントの管理との適切な組み合わせはどれか。正解は A の選択肢が適切です。それではここでブレイクタイムです。試験対策としては覚える必要はありませんが、今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回は SLA について一緒に勉強しました。利用者は SLA を確認してサービスを利用することによって安心して利用することができるようになります。 SLA は一般に公表されているものも多くあります。今回は IIJ のインターネット接続サービスの SLA を見てみましょう。可用性の保証、遅延時間の保証、パケット損失率の保証、障害通知の保証、このような項目で SLA が公開されていることがわかります。もし SLA を守れなかった場合は、その割合に応じて利用者にサービス料金の一部もしくは全額を返金することになります。それでは最後に復習です。平成28年秋問35、 IT サービスマネジメントの活動に関する記述として適切なものはどれか。正解はう、システムの可用性に関する指標を定義し、稼働実績を取得し、目標を達成するために計画、測定、改善を行う。次の問題、令和5年問い47、あるホスティングサービスの SLA の内容に A から C がある。これらと関連する IT サービスマネジメントの管理との適切な組み合わせはどれか。正解はあ、サービス可用性管理としてサーバーが稼働している時間、容量能力管理としてディスクの使用量が設定した指揮値に達したことを検出した後に指定された担当者に通知するまでの時間、情報セキュリティ管理として不正アクセスの検知後に指定された担当者に通知するまでの時間、これが適切な組み合わせです。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは、一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると、 Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるように、さまざまなイベントを用意して皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。